ここで話しましょうか。すると近くの公園に入っていくじゃない。そしてあまり人気のないベンチに座ると、隣に座るように目で合図してきたわ。いい？あなたが信じようと信じまいと、それはあなたの勝手よ。ただ私は本当のことを話すからね。なんかさ、思わせぶりな言い方よね。でも聞きたくてうずうずしていたし、お預け食らったワンコみたいなもんだったからさ。ルルちゃんひたすらふんふんうなずいたわよ。あのね、あなたトゥースフェアリーって知ってる？ね、フェアリーってことは妖精だよね。トゥース歯の妖精？知らない。芸人？あのさ、もしかしてオードリーの春日のこと言いたいの？私真面目に話しているんだけど。あははは、トゥースって言うから。マジリアル芸人じゃん。ルルちゃんだって真面目よ。真剣に聞いているわよ。なんかさ、ジュリったら疲れたように肩を落として、これ見よがしに大きくため息をついたのよ。まったく失礼しちゃうわよね。芸人じゃないよ、妖精。妖精？妖精って言ったらお化けの？妖精はお化けじゃないわ、精霊よ。精霊って霊でしょ、お化けじゃないの。はあ、あなたには何を話しても無理ね。私もう帰る。待って、帰っちゃダメ。ちゃんと聞くから大丈夫。私はあんたを信じているから。いきなり帰るなんて言うからさ、驚いて袖口をしっかり掴んで離さなかったわ。ジュリは呆れたようにため息をついて座り直したの。あのね、トゥースフェアリーっていうのはね、歯の妖精なの。乳歯が大好きで、乳歯をあげると代わりに丈夫な歯をくれるの。うは、ルルちゃん我慢できなくなってさすがに吹き出しちゃったわよ。だってさ、考えられる？ジュリのやつ、人のこと迷信だとかバカ呼ばわりしておいて、トゥースフェアリーとかの話は大真面目に真顔で話すんだもの。バカでしょ。そう、バカ、大バカ女。帰る。ま、当然の成り行きだよね。ジュリったら怒って帰ろうとしたよ。待って、もう絶対に笑わない。もう絶対に吹き出したりしないから。だから落ち着いて、落ち着いて最後まで話を聞かせてよ。ね、ね。必死に引き止めたわよ。だってさ、真顔で妖精の話なんかするのってちょっとおかしくない？マジでありえないでしょ。ということは、もしかしたらジュリオンを言っていることは本当かもしれない。たとえ嘘だとしたって何か深い理由があるに違いない。必死さが通じたのか、ジュリは眉間にシワを寄せ、口をへの字に曲げながらも、また隣に腰を下ろしてくれた。そして一度空を見上げて、誰に言うとなくつぶやいたんだよ。いるんだよね、妖精。ルルちゃんさ、笑いをこらえるのに必死だった。だってここ笑うとこでしょ。真顔で空を見つめながら妖精がいるって言われてもさ、どうするね、どうする。そして突然、ものすごい今までにないような真剣な表情でこっちを見たのよ。私さ、妖精が見えるんだよ。本当に見えるの。顔、近すぎる、近すぎる。でも、その迫力に押しやられて、体が硬直しちゃってさ、ただただふんふんってうなずいたよ。多分、ルルちゃんの顔は笑っていなかったと思う。あれは半年くらい前だった。乳歯が抜けそうになって痛くて痛くて辛い時だった。私ね、それまで乳歯が抜けたことなかったのよ。遅いって言われるけれど、人それぞれだからしょうがないよね。痛かったけれど、初めて大人の歯が生えるんだって思ったら嬉しくてさ、痛いけれど我慢したのよ。それで歯医者に行って抜いてこいって言われたんだけど、そんなの嫌よ。歯医者なんかには行きたくない。やっぱ子供の頃みんな歯医者嫌いなんだね。まあ私も子供の頃は嫌いだったね。だから自然に抜けるのを我慢して待っていたの。お母さんも心配してくれたわ。でもあまりの痛さに大きないびきばかりかくんだって。自分じゃ気づかないんだけれど、それがうるさくてお母さんは寝られないって怒られたけれど、なんかとても心配そうだった。ところが変なのよ、全然抜けないの。
それどころか別の歯まで痛くなってきたの。信じられる？乳歯が抜けないのよ。一本も抜けないのに、どんどん他の歯も痛くなっていくの。一ヶ月も経たないうちに、あっちもグラグラ、こっちもグラグラ、どの歯もぐらついて、まともに物を噛めなくなってしまったわ。だから仕方なく、私は歯医者に行く覚悟を決めたの。歯医者に行けば、さすがに抜けそうな乳歯を抜いてくれるでしょ。ところがその夜、枕元で私を呼ぶ声が聞こえたのよ。おい、おいってね。夢かと思って、うっすらと目を開けてみたわ。すると、どう？暗闇の中に赤い、小鬼のような生き物が目を光らせているじゃないの。頭には2本の角があったし、手にはトゲがいっぱいついた棍棒を持っていたわ。ひっ！思わず叫びそうになった時、その小鬼は慌てて私の口を塞いだのよ。おい、騒ぐな。俺はお前の味方だ。騒いで親が起きてきたら全部台無しになっちまう。いいな、騒ぐなよ。なんかよくわからなかったけれど、私は静かにうなずいたの。すると子鬼は満足そうに尖った歯をむき出して笑ったわ。よしよし、いい子だな。俺はお前を助けに来てやったんだ。感謝しろよ。そいつ偉そうにさ、そんなこと言うのよ。私夢を見ているのかと思ったわ。でも次第に意識がしっかりするにつれ、そいつは消えるどころか一層はっきりと見え出したの。どんな姿してんだろうな、イラスト見せてくんないかな。夢じゃない、そいつは本当にいたのよ。あなた何者なの？俺か？俺はな、トゥースフェアリー、人呼んで歯の妖精様さ。あなた妖精なの？ああそうだ、見てわからんのか、人間に見えるのか。人間には見えないけれど妖精にも。なんだお前は、妖精を見たことがあるのか？ないけど。じゃあ妖精がどんな姿形をしているかわからんじゃないか。まあ、だいたい羽生えててちっちゃくてっていうイメージだよね。でも妖精というのはもっと美しくて羽が生え、そう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 。け、お前ら人間はいつもそうだ。そんなものは人間が生み出した創造の産物だ。本物の妖精ってのはな、俺さんみたいに愛くるしい生き物なのさ。無論羽なんて生えちゃいねえ。羽なんかなくても飛べるからな。すげえ。そう言ってそいつはふわふわと宙に浮かんでみせたの。確かに妖精なんて見たことなかったから、あれが妖精と言われればそうなのかもしれないと思ったわ。あら、あなた、もう笑わないのね。うん、笑わない。話がすごすぎる。それでそれで？もうさ、ジュリの話がすごすぎてさ。そんな突拍子もない話、信じられるわけないけれど、あんまり真面目に話すもんだからさ。こっちも真剣に聞き入っちゃったわけよ。ルルちゃんが真剣に話を聞くもんだからさ、ジュリのやつ嬉しそうに話を続けてくれたわよ。それでね、そのトゥースフェアリーが言うのよ。お前、乳歯が抜けなくて苦労しているみたいだな。わかるの？そりゃ当たり前さ。なんといっても俺様はトゥースフェアリー様だからな。そんなことはすぐにわかる。俺にかかれば歯の痛みなんざ小腸医の腸医よ。ほんと？じゃあ直してよ。ちっちっち、焦っちゃいけねえよお嬢ちゃん。俺だってさ、慈善事業で妖精をやっているわけじゃねえんだからよ。こちとら立派な仕事なんだ。わかるだろ？歯を直したけりゃ、それ相応のもんをいただかねえとな。いくら欲しいの？金か？金なんかいらねえよ。俺をなんだと思ってんだ？トゥースフェアリーだぞ。歯の妖精だぞ。俺が欲しいもんつったら歯に決まってんだろ。歯をよこせ、歯を。だったら私の乳歯を抜いてそれを持っていきなさいよ。バカ野郎。お前の入試程度で俺様が満足するかってんだ。もっとだ、もっと歯をよこせ。そんなこと言われても歯は口の中にあるだけしかないわ。バカかお前、何もお前のものをよこせって言ってないだろうが。どこかから奪ってこい。誰の歯でもいいから持ってこい。そうしないとお前の入試は抜けずに一生その痛みを伴うのだ。ギャハハハ。
私ね、トゥースフェアリーって妖精は随分と下品なんだなと思ったわ。小さい時お母さんに読んでもらった絵本で見たことあるんだけれど、なんか全然違ったの。どちらかというと桃太郎がやっつけた悪い鬼とそっくりだったもの。でもさ、信じるしかないじゃない。歯が痛くて痛くて仕方ないんだもの。だから私は歯をこうして集めているわけ。わかった？あんたさ、ジュリの話信じられる？そもそもトゥースフェアリーって何？そんなもの本当にいるわけ？で、人の歯を集めてこいって何様？どう考えても100歩譲っても怪しい。そう、怪しすぎるわよね。そんな話を信じて歯を集めてるわけ？そうよ。だって歯を集めたら痛いの治ったもん。でもさ、乳歯なんていつかは抜けるじゃん。そいつが何もしなくたって抜けるんじゃないの？そんなことどうでもいい。痛いの治ればそれでいいの。で、ルルちゃんの抜けた歯もそいつにあげるんだ。そう。どうやってあげるの？家でペットみたいに飼ってるの？こうするの。そう言ったかと思うと、ジュリったらポケットから抜けた乳歯を取り出してポイって口の中に放り込んじゃったのよね。うげ！信じられる？人の歯だよ。ジュリったらルルちゃんの抜けた歯を口に放り込んで、それを飴玉みたいに舐め始めたんだよ。人の歯だよ。あんたさ、人の歯を舐めるなんてできる？いや無理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 、マジで無理無理無理、さすがにそれは無理。ちょっと何してんのよあんた。うるさいわね。もうこの歯は私のものなんだから、どうしようと勝手でしょ。きったね。じゃあさよなら。もう話したから用はないでしょ。5000円。まだ何よ。まだ何か用があるの？5000円。そう、5000円まだもらってない。ジュリの袖を掴んで離さなかったわ。ここで逃したらもう仕方されそうな気がしたのよね。ジュリのやつちょっと困った顔してたわ。きっとあいつもできれば払わずに済まそうと思っていたに決まってるわ。今そんなにお金持ってないわ。家に行かないとないわよ。じゃあ家についていく。迷惑そうだったけどさ、ジュリの家までついていったわ。本当に家に来るの？そうよ、だって約束だもの。約束は守らなくちゃね。思い切り愛想笑いを浮かべてやると、ジュリはぷいっと目を背けて家の中に入っていったわ。お邪魔します。お友達のルルちゃんです。奥から出てきたお母さんはオーラはないし、お世辞にも美人とは呼べなかったけれど、結構優しそうな人で合格点はあげられるわね。ってお前マジ何なのなんでそんな上からなの。早速ジュリの部屋に行ったんだけれど、どこにでもある普通の部屋で、トゥースフェアリーの姿なんてどこにもないのよ。あなたさ、トゥースフェアリーを見たかったんでしょうけれど、いないわよ。どこにいるの？いつもどこかに隠れているわ。私もあれから一度も会ったことはないの。じゃあやっぱり夢だったんじゃないの？そんなの見間違いでしょうよ。いるわ、トゥースフェアリーは絶対にいる。だって私が乳歯を口に入れて眠ると朝にはなくなっているもの。夜中に取りに来てるのよ。うえー、きったな。もういちいちうるさいな。5000円あげるから帰ってよ。ほら、いらない。そう言って差し出された5000円札を押し返してやったわ。確かに5000円は喉から手が出るほど欲しかったけれど、世の中にはお金よりも大事なものがあるでしょ。いらないの？ジュリちょっと嬉しそうだった。そのお金すぐにまた貯金箱にしまったから。その代わり今晩泊めてよね。え？それぐらい当然でしょ。その歯はもともとルルちゃんのなんだし、そのトゥースフェアリーとやら見てみたいもの。そんなこと言われても泊まったからって見られるかどうかわからないわよ。あら、そんなのやってみなくちゃわからないじゃない。それに夜中に歯を取りに来るんでしょ。だったら今晩がチャンスじゃないの。別に見られなかったからとしてもあんたを責めたりしないわよ。嘘つきなんて絶対に言わないから。うん、わかった。
ジュリは納得していなそうだったけれど、断ってややこしくされるのも嫌だったんでしょうね。ま、ルルちゃんとしては何が何でも泊まってやるつもりだったから、賢い選択かな。突然泊まることになってもジュリのお母さん優しかったわ。ルルちゃんの家に電話するときもママを優しく説得してくれてね。夕ご飯食べながらいろいろ話してくれたけれど、ジュリって友達を家に連れてきたのは初めてだったんだってさ。そりゃあそうよね、オーラがないから。その辺藤森さんとは違うんだよね。でさ、お母さんがあんまりいい人だから、このまま友達になってあげてもいいなって思っちゃったの。あんたの隣で寝るわよ。うん、いいけど。ちょっと狭かったけれど、ジュリのベッドで一緒に寝たわ。だってさ、いつトゥースフェアリーが現れるかわからないじゃないの。こんな一大事を見逃しちゃったら一生の損よ。だから眠らないように一生懸命お話ししたわ。でね、話してみると結構さ、ジュリって面白いのよね。だから、ああもうこの子とは友達なんだなぁなんて思い始めてたわけよ。そうしたらさ、ジュリのやついつの間にか眠っちゃってんの。いい気なもんよね。こっちはせっかく泊まりに来てやってんのに、どうして寝られるのかしら。はあ、ジュリの寝顔を見ていたら、なんかルルちゃんまで眠くなってきちゃった。むにゃむにゃむにゃ。その時よ、突然ものすごい音が聞こえてきたの。何これ、地震？